て、録音機能もついてるの。ここを押すと自動再生できるわよ。はあ、彼女の角に触りたい。気になる。すごく気になるわ。あ、これはあ、そうだ、見て、録音機能もついてるの。ここを押すと自動再生できるわよ。エデンが言ってたの。あなたなら指針の書まで案内してくれるって。あら、メイ、その言葉結構大胆ね。私とメビウスの後はアポニアの心に入ろうとしてるの？まさかメイがこんなに危険な女の子だなんて知らなかったわ。そういう意味じゃ。そういう意味だとしても構わないわよ。初めて会った時にも言ったけど、私は悪い女の子が嫌いなわけじゃないの。でも、指針の書ね。ええ。私にとってもかなり難しいことになるかもしれないわね。もしかしたら、メイの協力が必要になるかもしれないわ。私の協力？私にできることならもちろん。あなたね。そうね、これは伏線回収ってところかしら。全然違うわね。気が済んだ？はいはい、私の好奇心を満足させてくれてありがとう。これで一日中ずっとご機嫌のままでいられるわ。それで指針の書に行く方法は？安心して、約束を守るようにちゃんと頑張るから。メイの準備ができたら出発しましょう。今の誰も見てないわよね。